ああ、マル、おはよう。今日も早いね。野球部の朝練。ああ、そういう浅村こそ早起きじゃないか。どうしたんだ？綾瀬さん、妹が日直でさ、流れで俺も早起きしちゃったんだよ。妹？ああ、最近できたっていう義理の。でもなんで言うたまで？そりゃ、俺も一緒の部屋で寝てるからね。物音で目が覚めちゃったんだよ。はあ、なるほど。確かに一緒の部屋で寝てりゃ起きちゃう。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。やっちょ、は、え、一旦落ち着けよ俺。はあ、はあ、よし。ああ、一応確認するが、新しくできた妹とは一緒に寝てるのか？いや、一緒には寝てないよ。二段ベッドの上と下だから。それでも十分驚きだが、まるでアニメみたいな話だな。まさか話持ってる？持ってないって。盛る必要だってないし、紛れもない現実だよ。そうか、それは羨む。いや、事実は小説よりもきなりってやつだな。丸が思ってるほど羨ましい状況じゃないと思うよ。なんでだよ。どうせお兄ちゃんとか、お兄って呼ばれてんだろ。ないない、そんな呼び方、キャラじゃないよ。だってどこからどう見てもギャルだもん。え、ギャル？ギャルってウェイでチョリースでマジマンジーな、あの偏見がひどい。じゃあ実際妹はどんな感じのギャルなんだよ。髪は染めてて、服装もまあギャルって感じだけど、パリピって感じじゃないかな。クールというかドライな子だと思う。ドライなギャルか。普段から無口だったりするのかな。それはちょっと威圧感あるな。そこまでじゃないよ。自分からはあまり話さないけど、声かけたらそこそこ喋るし、話題が合えば結構長く話してることもあるし、たまにアニメの話とかも。なんだ、そっちのタイプか。じゃあ最高にハッピーじゃねえか。そっちのタイプ？漫画やアニメでよくいるオタクにも優しいギャルってこと。いや、有名なの知ってるぐらいで、妹はアニメオタクじゃないから。なんだ、そうなのか。あくまでも現実だからな。現実、テンプレを押し付けるなって。悪い悪い。妹ができたって聞いた時から浅村がうまくできるか心配だったんだ。でも話聞く限りそこそこ仲良くやってるみたいだな。安心したよ。どうだかな。クールだから考えてること分かりづらいし、家事分担を忘れたりすると静かに淡々と怒られたりする。年上の威厳ゼロだな。もっとしっかりしろよ、お兄ちゃん。年上って誕生日が1ヶ月早いだけだし、妹の方がよっぽどしっかり者だと思うよ。多分妹も俺のこと年上だなんて思ってない気がするし。そう思うならしっかりしないとな。兄として尊敬してもらいたいだろう。というか、俺が見てみたいんだよ、浅村がお兄ちゃんって呼ばれるその瞬間をな。100年経っても呼ばれないって。じゃあ尊敬されないままでいいのか。それはちょっと嫌だな。だよな。よし、それじゃあ浅村の尊敬度がガンガン上がる方法を考えようぜ。とりあえず見てるアニメ、漫画、ラノベから参考に。参考資料大丈夫？だって浅村の今の状況、まさにアニメや漫画じゃん。参考にしかならないだろう。それはそうかもしれないけど。伊達にたくさんアニメ見てないぜ、俺は。絶対効果てきめんないいアイデアを。もう授業始まっちゃうな。じゃあ、作戦会議は昼休みにするか。ああ、うん。本当に大丈夫かな。まあ大丈夫だって。
俺が叶えてやんよ、浅村のお兄ちゃま呼びの夢をさ。そんな夢なんてないんですけど。見てくれてありがとう。チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。そういえば、マルから見て頼りがいのある兄貴って、例えばどんなやつ？友達に妹に尊敬されたいとか相談しない男かな。